まあ最後の追い込みをかける、本当にもうお願いベースしかないんですよね。お願いベースしか年内1000人はねこだわってやりたいんですよ。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。やってきました、芋吉さん。やってきましたね。寒いね寒いね。今日はどこですかね、ここは。カレー心。はい、心ですよ、心。カレーを食べて心も体も温まろうと。今日はですね、なんとですね、カレーの辛さがですね1から100辛まで選べると。やばくないですか、大丈夫ですか、芋吉さん。お腹の方も慣れてきましたかね。ねえ、ちょっと楽しみですね、今日は。じゃあ早速行ってみましょうか。行ってみよう。レッツゴー。はい、いらっしゃいませ。はい、到着。 OK、 OK。 ごめんなさい。どうですか、見てください、この落ち着いた店内。ですよね、下北沢っぽい。下北沢っぽいですね、うん、サブカルチャーですか、うん、早速ね、メニューの方見ていこうか。いろいろね、カレーの種類がある中でこの選んで辛さを選ぶと。すみません、納豆とオクラのスープカレー。辛さ100？ 辛さ100いっちゃいますか。ライスの種類が選べるみたいですよ、これ。おー、いいじゃないですか、すごいいいカメラワークですね。これ一番辛いメニューってどれですかね。オッケー、ハバネロチキンカレー、オッケー。鬼辛注意って書いてありますよ。やばくないですか、これ。相当辛いですかね。そうですね、食べられてないレベルの何倍ですかね。やっぱり実際に3倍以上はあまりいらっしゃらない。本当ですか。じゃあ4倍いっちゃおう。4倍じゃあ4倍の玄米。玄米で、玄米の量は大盛りはっしょ。ん以上で、よろしくほら、お前ら、あっち行け。ほら、ほら、見ろ見ろ。オッケー、オッケー。これ、これ、すごい。起きたかな。おー、これは芋吉さんの方じゃないですか。さっき食べてた色と全然違うでしょ。赤いよね。じゃがいも美味しそうだな。そう、じゃがいも外サクサクなの。これは玄米。来た。こちらがハバネロチキンスープから辛さ4倍になる。匂いがやばい。よろろ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 ろ。ありがとうございます。ちょっと鳥肌立ってきた。だってもう色が違う。匂いやばくない。やばい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 。匂いがやばい。くしゃみでつながる。くしゃみどころじゃない、このやばい脳底に刺激が来る。いただきます。いただきます。じゃあ行きましょうか。じゃあちょっと芋吉さんからいってみましょう。いただきます。オクラと納豆。納豆入ってます。いただきます。わあ。ああ。辛い。辛い、出ました。いただきました。サフランとどう？サフランはじわじわくる辛さだけど、ガツンと辛いのが入ってくる。こっちはサフランさんはね、あそこブートジョロキア入ってたんだっけ。そう、こっちハバネロだからね。こっちもハバネロ。いや、これはハバネロ入ってないでしょ、うんうん、まだ優しい。優しい。じゃあちょっと行ってみましょうか。こっちもお腹やばい。結構刺激臭半端ないですよ。じゃあちょっと行ってますよ、はい、じゃあスープの方いただきます。お口やばい。やばい。やばい。これ完食できる。え、芋吉さ、ちょびっとすくって食べてみる。やばいやばい。ちょっとだけ。うん、ちょっとだけだ。やばい。無理。一番無理。無理。結構パンチ効いてるやつ。一口。あ、辛い。そんなに？これやばいよ、一気に熱くなってきて、もう塩気タイムびっちょんこですよ。じゃあちょびっとだけカメラマンが。どう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 。ダメだ。やばい。これ食べれないよ。
時にもう口の中がもう食べれないビッチョンクをシャレになんないっすよこれマジで、やばい、舌先につけただけでやばいかも、ちょこっとだけでも無理だもん、やばいやばいね、これはあーこれやばい、これだけで今お腹にマジでお腹に来るやつだよこれやばいよ、送ってきました、ね、あー汗かいてる、早い汗かくのびちょびちょやばいっすもん、やばくない、ちょっとタフだよ、行かないかもしれない、びしょびしょ、結構パンチ効いてますよこれね、本当に辛いのね、うん、時間空けないで間髪入れずにどん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 バクバク食ってた方がね苦しくないよ、絶対、うん、前味覚食べたじゃん、あの麻婆豆腐とどっちが辛い、同等かな、ブートジョロキを使ってんじゃん、あっちはこっちはハバネロか、違う辛さ、なんかもうだって、なんか浮いてるもん、ずっとやばいよ、ちょびちょです、モニターを見てもらってますけどやばいですね、やばいです頑張れこれ5倍にしたらやばかったな、死んでるかもね、もうよくわかんないよ、5倍も110倍もなんか100倍もどうなってんの、感覚がおかしくなってる、玄米が美味しい、玄米美味しいですか、うん、チキンもうまそうですね、骨あ、骨だった辛さいいよ、うん、ちょっとこれ食べてみます、ちょっと美味しいですよ、美味しいですか、なんか優しそう、優しい優しい、客からなのに甘く感じる、カメラマンも芋吉さんの食べてみていいですか、どんぐらい辛いか、いきます、うわっ辛っ、芋吉さんはもう強い方ですからね、強い強い、うん、これやばいかも、芋吉なんて無理、うちは全然減ってませんよ、そりゃそうでしょ、こんなねジュースみたいにゴクゴクいってたらおかしいでしょこれ、いや辛そう、マジしんどそう、でもお腹に違和感感じてきた、バックファイヤー必須ですねこれ、必須ですね、これでね、ちょっと優しくしましょう、サウナ入ってきました、これはあれですね、食べながら食べるってこと、近いわ近いわ、ヘルシーですよねここ玄米、ね、野菜カレーとかあって女性が好きだね、入りやすい、じゃあやっぱ芋吉さん的に見ても入りやすいですか、入りやすい、女性一人で食べてる人も、本当ですか、人参がでかい、めっちゃでかい、うん、人参も人参も甘い、お、もうご飯食べ終わった、うん、ちゃったり、あ、遅くないですか、レベルが違いますか、同じ
カレーでしょ。うん、ハバネロだよこっちは。マジか。完食。ごちそうさまでした。あれ、まだ、まだあの半分じゃないですか、これ。急に調子が良くなってきたぞ。これ何ですか、海苔弁ですか。海苔弁じゃない。これ海苔弁だと思って書き込めば大丈夫ですけど。なるほど、うん、無理決まってんだろ。さっき食べたろ、この辛さ。辛さがやばいっす。チキン、でもチキンといえばクリスマス誰と過ごしました？クリスマス、クリスマス誰とチキン食べた？ジョニコ。ジョニコ、ジョニコ。嘘つくなよ、だってクリスマスあれじゃん、ライブ配信したじゃん。ライブ配信、そうですね、ライブ配信してましたよ、ライブ配信。え、じゃあサムネどんな感じのこれ？ちょっとやってみて、もう後ろでカメラの。余裕そうじゃないですか。じゃあそれどころじゃないんだって、やらせんなって。余裕そうじゃないですか、その表情。余裕じゃねえって。やめてまして。うわぁ、今この顔をして口の中で引っ張ったらしびれる。やらせんなよ、今チャレンジ中だぞ。何やらせんだよ。30分休憩間挟んでる。さっき言うな。そう、実はね、30分間休憩してまだ何も減ってないし。そういうこと言わない。さっきまであんなに辛そうにしたのに調子乗らない。休憩してるからだな。そうだ、休憩してるから。わかりました、食べます、食べます。朝も引いちゃうぐらいに休憩したから。言わない。よく観察してるな、君だし。本当苦しい。苦しそう。すごい苦しそう。棒読みだな。完食。おめでとうございます。下に沈殿してるスープがやばい。超辛い。ダッシュダッシュ。もうなんか演技っぽい。演技だ、これ絶対演技だ。本当は辛くなかった。本当は辛くないです。やばいから朝がやばい。ビッチョンコ、ビッチョンコさん、ビッチョンコ。大丈夫、お疲れ様です。完食しました、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでしたか。すごかった。まっ、てくれると思った。本名、本名出すね。今まさにお前さ、個人情報を質に言っちゃダメでしょ。はい、というわけでね、下北沢の、カレー食堂こころ、そうですね、こころさん、カレー食堂こころさん、辛さレベルの方発表していきましょうかね。今までマックスは味覚が10ですからね、マックスレベル。本日のハバネロチキンカレー、400倍じゃらららじゃじゃん、9.5 です。おめでとうございます。お腹大丈夫ですか。もうすでに来てる、来てる、やばい、やばいっす。休憩挟んだし。休憩とか言わない。いもきちさんのツイッターは概要欄に貼っておきますので、よかったらフォローしてください。フォローしてください。あとこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。年内チャンネル登録者数1000人を目標にして今やってますんで、あと何人ですかね。あと110人。あと110人、もうちょっとです、もうちょっとなので、
広告つけたいのでお願いします。なるほどね。達成したら何やるんだっけ。そうです、達成したら、ご飯会と激辛上にコラボメニューをお店に出します。皆さん協力お願いします。あと3日、あと3日。もしさ、チャンネル登録が1000人到達しなかったらチャンネル削除でいいんじゃない。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっと